はい、藤見です。お久しぶりでございますと言いながら、9月の、ね、末にやって以来、本当に1ヶ月半ぶりぐらいに、こんな感じでラジオでさせていただきますけども、よろしくお願いします。まあ、この1ヶ月いろいろありましてね、1ヶ月半ほどね、間には天満音楽祭っていうね、大きなイベントに出演することができたりとかして、本当は報告も含めて、まあ、宣伝も含めて間にやりたかったんですけども、まずその天満音楽祭の話をしますと、天気も良くてね、当日はね。で、天山音楽、天山おかげ館っていうところで、まずは午前中ライブして、夕刻は、大阪水上バスのね、デッキの特設ステージで、2曲もやらせてもらうっていうね、本当に貴重な体験をさせていただいて、まあ、天気も良かったもんですからね、非常に気持ちよく音楽祭を楽しめたのか、たのかなと思います。コロナ前に比べると、会場もちょっとね縮小されてたようではございますが、そうは言ってもやっぱりね盛り上がってた音楽祭で、なんちゅうかな、来年もやっぱり出たいなというふうに思っておるわけでございます。どうも、ありがとうございました。それと実は昨日までいろいろとこう、まあ音楽とは別でいろいろと、まあ目指してたことっていうか、ちょっとね今年入ってちょっと勉強って言いますか、ちょっとなんか目標を持って取り組んでたことがあるんですけども、まあ、昨日が試験でございましてね、その先週に試験が1回あって、で昨日が2回目の試験ということで終わったわけで、その準備でちょっとねラジオとかそういうことがちょっとなかなかできなかったんですけれども、まあね、1年ぐらいちょっといろいろと準備したんですけど、まあ結果どうかというとまだわかんないんですけど、1ヶ月後にちょっと、うまくいったのかうまくいかなかったのかってわかるんですけども、まあそうですね、悔いのないっていうのはちょっとなかなかないんですよね。やっぱちょっとこううまくいかなかったかな、失敗したかなっていうのはありますけどもね、まあ結果はうまくいかなかったのかな、いけたかなっていうのが半分の気持ちでございますけども、この1ヶ月間ね結果出るまでちょっとドキドキしながらですけど、実は昨日はね落ち込んでまして、あかんかったなと思ったんですけども、まあまあダメでもね再チャレンジできるんだっていうふうな気持ちで前向きにねやっていきたいなと思います。小室圭さんでもね3回目で合格ですか、まあ、見ますとね、全世界で日本中ではもう注目されている中でね、何度も落ちて挑戦されているわけですから、まあ一二度ダメでもということで、ちょっと吹っ切って今日はね思い切ってラジオみたいなことをやろうと思っております。でそういうこともあって、そういう一つのイベントが終わりましたのでね、これから来週も再来週もライブっていうことでさせていただくんですけども、来週のねライブで歌おうと思ってる曲をねやろうかなと今日は思ってございます。まあオリジナル曲をね中心にやってると言いながら、この前のライブやったかな、どっかのライブで、私たちのライブのコンセプトは皆さんが知ってる曲をやることをコンセプトしてるということをおっしゃってるグループがいてらっしゃったんですけども、あ、それもそうだなということで思いまして、私も、ちょっとね、一曲だけでもそういう、皆さんが知ってるであろう曲をねやってみようかなと思って、ちょっと練習した曲がございますので、ちょっとやってみたいなと思います。もう題名も言わずにも分かるような曲でございますので、聞いていただけたらありがたいなと思います。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様、夢が覚め夜の中、長い冬が
て夢の後長い影が夜に伸びて星屑の空はい、ね、皆さんどなたでも知ってるというような曲でございます。井上陽水さんの少年時代という曲でございました。あんまりね、陽水さんで僕はフォークがずっと好きなんですけど、でもその中でもあんまり陽水さんは弾かないというか弾き語りまでしてなかったんですけどね、初めて陽水さんの曲をカバー曲を、まあ、覚えたというかやってみた曲でもあります。まあ昔言った心模様とかね、夢の中へとかね、いろいろ有名な曲あるんですけど、やったことなかったんですけどね、今回ね、なんか少年時代というのね、やってみましたけどもね、こんな感じで、来週かな、来週のライブで歌えたらと思ってございます。で、来週は、土曜日、来週じゃないな、今週か、今週の19日の土曜日の、MK2 さんというところでね、晩に、ライブに出演させていただきます。トップバッターなので、まあ、盛り上げていきたいなと思っておるわけでございますけど、どうなることやらということでございます。その次は、ややさんというところでね、またライブをさせてもらって、あと年内12月に一つぐらいさせていただいて終わりかなと思いますね。まあまあ、それなりに、自分の中では1ヶ月に1回2回ぐらいできてきたので、今年も良かったなと思いながら、まああの、あまり回数が増えると、なんていうかな、こうダラダラとしたところ僕の場合出てしまうんですけどね、まあこれぐらいのペースが一番良かったのかなと思って、1年振り返るといい年だったなと思います。まあ先ほども一緒にちょっとその準備してたことがうまいこといかなかったっていうこともあったのでね、昨日僕の敬愛する小田哲郎さんのね、この2月の18日ビルボード大阪で、ライブをされるんで、もうチケット取ってそんなとこからモチベーション上げて、なんとか今日はね、いろいろと乗り越えとるわけでございますけどもね、そんな感じで今日はラジオをやってみました。藤見でございました。ありがとうございました。